クラウデ・ミールことクラウデ・ミール・ド・ミンネス・で総座は、ブラジル・バイア州出身のサッカー選手。ポジションは MF。バイア州・マカウバスに生まれ、ウニオン・サン・ジョアン・ EC と SE ・パルメイラスの、下部組織に、在籍、2007年に、サン・カルロス・ FC で、プロサッカー選手となった。2008年に、オランダ・エル・ディビジノ・フィテッセに、移籍、2年間で76試合に出場した。 2010年6月20日には5年契約で、デンマークの FC コペンハーゲンに移籍、背番号は6番をつけた。2010年11月2日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2010から11での FC バルセロナ戦では得点し、1から1の引き分けに持ち込んだ。これによって彼はゴールドットコムの週間ベスト11に選出された。 その次の同敗出場となった UEFA チャンピオンズリーグ2013から14では2013年10月23日にガラタサライから1点を奪ったものの3から1で敗北した2015年1月にベルギージュピラープロリーグのクラブブルッヘ2席2017年サウジアラビアのあるアハリ2席2018年ポルトガルの SC ブラガ2席20年 トルコの水橋スポールニ遺跡、ありがとうございます。